お待たせいたしました。発車いたします。お待たせいたしました。このバスは、いわき駅前、発、御台境、四季庵経由、高坂団地行きのワンマンカーでございます。ご乗車ありがとうございます。次は、平南町、平南町、東方銀行、いわき営業部前でございます。次は、平中町、平中町でございます。皆様にお願いいたします。車内での携帯電話のご使用は、マナーモードに設定の上、通話はご遠慮願います。次は、堂の前、堂の前でございます。内科、外科、小児科の須田院は、長橋町でお降りになると便利です。次は長橋町、長橋町でございます。お降りの方はお近くの降車ボタンでお知らせください。次は御台境入り口、御台境入り口でございます。皆様にお願いいたします。運賃箱からはお釣りが出ませんので、お降りの際に両替機で両替してから運賃箱へお入れください。定期券の方ははっきりとお見せ願います。次は坂下、坂下でございます。次は鶴巻、鶴巻でございます。親切な指導で評判の上皇自動車学校へおいでの方はこちらでお降りください。発車いたします。次は鶴巻西、鶴巻西でございます。お降りの際はどなた様も小銭をご用意願います。次は五反田、五反田でございます。お降りの方はお近くの降車ボタンでお知らせください。次は高坂団地入り口、高坂団地入り口でございます。皆様にお願いいたします。整理券、回数券、バスカードは丸めたり折ったりなさらないようお願いいたします。なお運賃箱からはお釣りが出ませんので、お降りの際に両替機で両替してから運賃箱へお入れください。整理券を紛失されますと始発地からの運賃をいただく場合もありますのでご注意願います。次止まります。お降りの際はバスが停留所に停車し、降車ドアが開いてから出口の方へお進み願います。発車します。発車いたします。次は県営住宅、県営住宅でございます。ご乗車ありがとうございます。便利でお得なバスカードを車内で販売しております。お買い求めの際は信号待ちや交通渋滞による停車中は大変危険ですので、停留所で停車中に乗務員にお申し付けください。次は高坂一丁目、高坂一丁目でございます。
次は高坂団地、高坂団地でございます。お降りの方はお近くの降車ボタンでお知らせください。次は高坂でございます。皆様にお願いいたします。車内での携帯電話のご使用はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮願います。発車します。発車いたします。次は四季庵、四季庵でございます。次止まります。お降りの際はバスが停留所に停車し、降車ドアが開いてから出口の方へお進み願います。次は金坂団地、金坂団地でございます。次は高坂二丁目、高坂二丁目でございます。皆様にお願いいたします。やむを得ず急ブレーキをかける場合もありますから、手すり、つり革などによくおつかまり願います。また大変危険ですので、走行中は歩かないようお願いいたします。次は高坂団地、高坂団地でございます。皆様にお願いいたします。整理券、回数券、バスカードは丸めたり折ったりなさらないようお願いいたします。なお運賃箱からはお釣りが出ませんので、お降りの際に両替機で両替してから運賃箱へおいでください。整理券を紛失されますと、始発地からの運賃をいただく場合もありますので、ご注意願います。